関東自動車、東の平室営業所関東自動車、東の平室営業所は、栃木県宇都宮市平室工業団地にある、関東自動車のバス営業所。東野交通本社営業所、東野交通西原社湖あたり営業所は1984年に、東野交通宇都宮営業所として、宇都宮市不動前一の三の十四から、宇都宮市平室工業団地十九の八の、 現在地に新築移転した。1995年4月に、東野交通本社が、宇都宮市宮園町4 1 1 0 8ビル5階より、移転指導許。2015年5月1日までに、東野交通本社営業所と解消。2018年10月1日に、東野交通と関東自動車の経営統合により、担当バス路線及び車両、施設のすべてを、 関東自動車が継承して、現名称となった。上州配置車両がある車庫として、西原車庫、毛下車庫、益子車庫、馬頭車庫がある。所属車両のナンバープレートは、1999年以降は、宇都宮を基本とし、1999年以前に登録された土地儀が少数存在する。宇都宮市南東方面、宇都宮市北東方面宇治家、 きつれ川、小川、馬頭方面全路線停留所一覧表、東の平室営業所平成30年10月1日、2020年2月23日、閲覧。ありがとうございます。